ありがとうございました。ありがとうございました。今の曲が、那須の余市区を描いた弓張りの空という曲でした。はい、ブログをね読んでくださってる方はちょっとね気づいてるかなと思うんですが、はい、実はこの曲にはちょっとサプライズがありまして、はい、ね、作詞の話はしたんですけれども、作詞は私ですね、はい、作曲が誰かという話はしていなかったと思います、はい、今日はですねその作曲をしていただいた方にスペシャルゲストとして来ていただきました、関ヶ原のね合戦祭りに来てくださってる方はおなじみの方です、はい、でもとても意外な方だと思います、歴史家の坂本正雄先生です。お願いいたします。拍手。ありがとうございます。お疲れ様です。真ん中に来てください。ちょっと遠いですよ。ちょっと心の距離みたいなので近くに呼んでください。ですね、はい、今回ね由紀が作詞でそして、はい、曲を坂本正雄先生にしていただいたんですけれども、はい、ちょっとねその経緯をね、はい、少しお話をねしたいなと思うんですが、はい、まずね自己紹介からしていただけたら。知らない方もいらっしゃるかもしれないので。あ、今紹介いただきました坂本です。こちら関ヶ原ではまあ検定ですとか、まあ、各種お祭りなんかに協力させていただいております。でこの曲なんですけども、はい、実はこれできたのが昨年なんですよね。そうですね、結構早かったですね、はい、12月のちょうど年末前ぐらい、クリスマスの後ぐらいでしたかね。で一応まあ、本バージョンになったのが1月2月頃でしたかね、うん、それぐらいだったからかなりもう前の話ですね。そうですね、はい、多分皆さんあれ歴史家の先生で音楽って思ってる方もいると思うんですけれども、そのあたり音楽と歴史ってなんかどっちが早かったんですか。もちろん音楽の方が早いんです。音楽の方が早い。大学時代からそういう仕事もしてましたんで、うん、はい、どうしてこうなんていうんですかね、歴史をやろうと思い始めたのは、音楽をずっとやっていこうと思ったんじゃなくて、歴史は、まあ、平日なんですけども、うん、まあ歴史の方が忙しくなっちゃったっていう感じで、はい、あれですよ、ホームページとかでも音楽公開していらっしゃいますよね、はい、かつてしてたんですけど今は消してます、はい、あ、そうなんですか。すごく親しくさせていただいてるので、はい、ご自宅にちょっとね遊びに行かせていただいたりしたんですけども、はい、その時突然ピアノを披露されてすごいって。2人とも音楽がそこまでこうできると思ってなかったのでめちゃくちゃびっくりして、突然なんかジャズの曲をポロロンって弾き始めて、はい、すごいですねって話からね、夜に声を上げてそうやーってそこから音楽一緒にちょっとやっていただけませんか、はい、っていう話になったんですけども、ちょっとね今回 の歴史と音楽とも関係ないんですけど、はい、すごい料理がグルメなんですよ。で自分で何でも野菜とか作ってて、はい、今日もねちょっとスナップエンドウとかいろいろないちごジュースとか飲ませていただいたんですけど、まさかの、ミキサージュース、ジューサーミキサーを持ってきててさっき控室でその場で作ってもらって、いちごミルクをね、いちごミルクをいただきました。という経緯の中で作られた曲なんですけれども、はい、ね、まあ、どういったイメージで、うん、もうさっき説明された通りで、はい、余市区に関してはもうほとんど資料はないんでね、うん、ただ念頭に置いたのは、要は結局その的を射抜けと、まあ、命令されて、うん、で見事に、まあ、射抜いたのは良かったんですけども、もし失敗してれば簡単に首は飛んでるんですよね、うん、そうですよね、はい、だからその、まあ、不安感と、うん、その、まあ、心の葛藤、もともと身分の低い武士でしたから、うん、まあ、そのあたりのそのなんていうかやるせなさっていうんですかね、うん、そういうちょっとこうマイナスのイメージの爆発みたいな捉え方で書きました、うん、はい、確かにちょっとこうね歴史を学んでると、余市区がやりたいですって言ってやりたわけじゃないんですよね。なんかもしかしてそう思っていた人もいると思うんですけど実はなんか最初は全然違う人が任命されていたのに、自分はちょっと怪我しててとかいう感じでこうどんどん回ってきて最後にじゃあお前やれっていう感じになってしまった。余市区ももちろん私はちょっと無理ですって言ったんですけど、うん、やれって言われて結局やることになっちゃったっていう人物なので、うん、それは NHK が悪いわけですから、うん、ね、香川に来てくださった方はね、はい、私たちがねサプライズがあるんですよなんて話をしていたので、なんだろうって結構ねいろんなこと予測されてて面白かったんですけど、うん、当たった人っていらっしゃいますかね。
作曲が坂本先生だって思った方はきっといらっしゃらないと思うんですよね。もう本当にあの素敵な曲をありがとうございました、うん、あのね、皆さんもこれからも坂本先生の音楽にも注目して、歴史だけじゃなくて、はい、音楽にも注目してください。ありがとうございました。空なんですけど、作曲は坂本先生なんですけど、実は編曲していただいたのは私たちのバックバンドにいるあの雷電のね、雷電のリーダーである小池さんという方がやっていらっしゃいます。それはまたね、あのバンドでできた時にでもね、あの詳しくお話ししたいなと思います。